皆様こんにちは、さくらんのランです。本日は私のお仕事前ルーティーンをちょっといこうと思います。イエーイ。でまあ、お仕事前ルーティーンとは何ぞやって感じなんですがこの空港に到着してからフライトが始まるまで、客室乗務員、私は何をしているかというふうな紹介動画になります。今がですね、ニューヨーク州にあるジョン・F・ケネディ空港におります。基本的に出勤というか、仕事始めはここ JFK かラガーディアかもしくはニューアークという、ニューヨーク州にある空港のどれかで、勤怠を押す形になります。でですね、いつもだいたいこの JFK に着いてから飛行機に乗り込むまでが何時間ぐらいあるかな、約1時間ちょいあります。公共交通機関を利用して出勤しているので、電車の遅延ですとか、ある場合もあります。なので、時間に余裕を持って一応出勤をしております。本日はですね、6時50分 JFK 発のマドリッド行きに乗務します。今現在が4時半となっております。で、飛行機に乗り込む時間が5時半ぐらいかな、5時35分ぐらいかなっていう風に、なっておりますので、それまでの私の行動をとっていきたいと思います。というわけでこちら今はターミナル8におります。ターミナル8が私の会社が利用しているターミナルになります。こちらでフライトスケジュール定刻かどうか確認した後、メインのターミナルまで歩いていきます。ちなみにこれアメリカあるあるなんですけど、このエスカレーターだったり動く歩道ですね、もう動いてないことがほとんどです。だいたいどっちか、この右側か左かどっちかは動いてないです。いやー、これもアメリカ多分どの州もそうだと思います、とにかく動いてないことが多いです。今現在がこちら、上行ったらゲートで、下行ったら手荷物回転台があるところなんですが、このちょうど間の階におりまして、この間の階からエアトレインと呼ばれるモノレールに乗ることができますので、今そこにおります。でこちらから、1階上に上がったチェックインカウンターがある階まで向かいます。到着しました、ではですね、ここからセキュリティを抜けて制限エリア内に入りたいと思います。はい、というわけでセキュリティエリア内入ってきました。ここめっちゃ光で肌がいい感じこのなんか広告ですでですね、セキュリティエリア内に入ってきて一番にすることがこの、勤怠を押すという行為です。で私の会社は携帯で勤怠が押せるようになっているので、携帯で早速ポチッと押したいと思います。はい、というわけで押せました。でですね、詳しいフライト情報ですとかは、ちょっと後ほど、一仕事やってからチェックします。で、一仕事は何かというとですね、おい、こちらでございます。見えますか、お気に入りのスタバでございます。お気に入りというか、ターミナル8にはここしかスタバがないので、こちらでスタバを買って休憩したいと思います。今日の列は全然いい方でして、いつもはですね、あちらの柱ぐらいまで列が伸びていることがあります。さて、やってまいりました。おやつも買いたいところなんですが、ここではぐっと我慢したいと思います。というわけで、やってきました、アイスキャラメルマキアトです。今日はトールサイズです。いや、というのもですね、もう今日から決めたことがあるんですが仕事前のコーヒーは本当に喉が渇いてる時じゃない限りはトールにしようと誓いました。いや、ダイエットですはい、なので今日もトールです、しかもですね、こちらノンファットミルクにしました。無脂肪牛乳です、はい、バニラシロップもダイエットのやつにすればよかったんですけど、すっかり忘れてました。いただきます。あと普段はストロー使わないんですが、このキャラメルソースがめちゃくちゃそこに溜まってる。やばいストローが折れちゃった。ガビーンショック。
ちょっとこれとりあえず折れてるところを外したら使えそうかな。あ、外れないかな。あ、いけた。じゃあちょっとダサいですがこれでいきます。混ぜて、うまいです。濃厚ではないですが十分美味しいです。はい、でですね、今日の仕事の予定ですとかを確認します。あ、で今はここ、ターミナル8のカフェテリア食堂におります。いつもだいたいですね、ここかゲートのあたりで、座って飛行機乗る前までの時間を潰しているような感じで、で、会社のタブレットで今日の、スペシャルのお客様ですとか、あとはマニュアルとかをもう一回おさらいします。もうこのコーヒーを買ってここでちょっとチルするのが私の仕事前ルーティーンという風な感じです。いや、これがないとやっぱりなんか気合入んないですね。はい、いや、まあコーヒーの時もありますし、カフェインが入ってないやつの時もあります。なんかリフレッシャーズとかそういったのを、買う時もあります。これでですね、ここで飲んでリラックスして仕事に向かってます。たまに、ここでお腹が空いてる時は早弁もします。今日のお弁当はこちらです。お弁当箱ちょっと変えてみました。エコバッグ、保冷エコバッグです。このウェイトローズっていうのは、ロンドンのスーパーですね。で、こちらでいくらぐらいだったかな、多分500円ぐらいだと思うんですが、ちょっと値段調べときます。氷のはもうマストですね。スナックできる、おやつできるものがほとんどなんですが、今日はゆで卵、塩もかけてます。と、人参、スティック人参と最後一番下、あ、まだ入ってた。ここにおむすびが2つ入ってるのと最後、サラダです。はい、こちらが、ケールとプルプル鶏むねのサラダでございます。いつもはだいたいですね、ここで、ゆで卵かおむすび食べてるような感じですね。サクッと食べます。で、今はですね、会社の書類ですとか、そういったのをちょっとチェックしなきゃいけないやつをここでタブレットとか携帯で確認してます。いや、空港って正直なところ来るだけで疲れる場所だと思うんですよね。まあ私は結構慣れてる方だと思うんです。まあ職場ですし、けど私でもかなり疲れるので、この本当旅行とかでね、たまに来るっていう方だったら、もう本当来るだけで本当どっと疲れがね来るかと思います。なんだろう、この広さかな、広さ、人の多さとか、があって、やっぱ来るだけで疲れるんじゃないかなというふうに思います。はい、なのでちょこちょこ休憩を挟むのはマストです。はい、というわけでですね、時刻が5時半を回りました。そろそろゲート前に向かおうかなというふうに思います。私の会社は基本的に仕事を始めは、他のクルーとはゲートの前もしくは機内で、挨拶するというふうな感じになるので、まあ、それまでは本当に自由時間というふうな感じです。マニュアルの確認ですとかも終わりましたので、仕事に向かいたいと思います。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が面白ければいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。